試しに、もう一度テスト撮りをさせてもらいます。これがね、先ほど撮ったやつはうまいこといけたんですけど、画面タッチするんだらね。本日のログインボーナスです。明日もお待ちしていますね。前回ね、この龍が如くを取って失敗したんですよね。だからもう一回チャレンジで。
攻撃やるな、あれ。まさか。どうだ、まだやるか。トラブル続きでね、ちょっとゲームキャプチャーといい、スマホといい、 YouTube といいね、なかなか思うように進まなくて、 USB といい、ヘッドイヤホンといい、壁が立ち塞がってばっかりでね、ガチャって何でしょう。ガチャへようこそ。たくさんのいい仲間と出会えるといいね。
葉山香織、刑事よ。訳あってカムロ町を調査しているの。あなたにも協力してもらうわ。熊切り愛ってんだ。喋りは苦手でね。ま、よろしく頼むよ。ゆうやって言います。スターダスト、この町を取り戻すために俺も協力させてください。私、道場をこの町に取り戻したいんです。あ、私、山田テルって言います。おっ、道場って何かって。ああ、それはまた後で。かつてこの町を救ってきたのは一人の伝説的存在でした。その伝説が終わった今、カムロ町を取り戻すのは俺たちの仕事です。まあ、気負わずやりましょう。私はずっとノーズハッカーだよ。これでも16歳だから子供扱いしないでよね。メインストリートに行っとこうか。はあ、この、シーンは会話だけみたいなんでね。このショーも会話だけみたいですね。いや、第7話まで来ましたね。ここで戦いですね。
ああ？かかってこいや！調子が来たぜ。まさか。つまんねえ喧嘩だぜ。
まだおんのかよ、チンピラ。くそ。さあ、おっぱじめるか。ゴロで決めるぜ。カモンって言ってなんで語れ。後悔させてやる。のためのチャカやろ。つまんねえ喧嘩だぜ。まだおんのかよ、チンピラ。へっへっへ。行くぞこら。調子出てきたぜ。えいやこの野郎。チッへっはっ。後悔させてやる。ちょっと。後悔させてやる。やばいな、負けんのちゃうか。
らい。後悔させてやる。しまいにしようぜ。とりあえずここまでで一旦、終わります。クリアできなかったですけど10話、また次回持ち越しで。それではまたね、バイバーイ。